値段が税込み350円、天ぷら4個って書いてあるんだけど、わー鶏とネギがでかい。どうもラダカです。今回池袋に来ました。今回紹介するお店がこちらということで、今回蕎麦屋さんで飲むんやけど、この蕎麦屋さん居酒屋利用としてもマジで使えるっていうので、酒飲みの中でめちゃくちゃ言われてて、めちゃくちゃ値段も安いし量もあってうまくて、で最後蕎麦でも締めれるっていうね、かなりハイブリッドな蕎麦屋らしく来ました。今日はもう夕方なんやけど、朝からも飲めたりするんやって。ということで今日はここで飲んでいこうと思います。行ってきます。メニューとか後で紹介するわ。とりあえずね、キンキンにグラス冷えております。生ビール500円、お疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。今日暑いから最高だね。今日暑いな。4月の中でも暑い日やもんね。半袖でもいいぐらいやもん。いやうまー、にぎわってるな。にぎわってるね。最初俺取材の交渉するときに5時ぐらいやったらそんなにも人いないと思うんでって言われたけど、全然人いるんよね。ね、さっき常連さんで、しかも視聴者さんの人にも声かけられて、ここマジでいいっすよって言われて、より高ぶったテンションが。ということでメニュー紹介。メニューこんな感じになってます。とにかくここは安いのよ。まずおつまみなんですけど、基本300円とか200円とか、中には400円とかもあるけども、基本的にはこの価格帯なんよね。とりあえずっていういわゆるこうスピード系から、サラダもあるし炒め物もあるし揚げ物もあれば、こういろんな一品物もあるし、魚とかもねあるっていう。これ全部300円とか400円とか書いてあるんだけど、なんとこれ税込みです。ありがてえ。で裏にはこうやってお蕎麦があるんだけど、ここは蕎麦屋さんやからね、せいろ蕎麦350円。安いな。安すぎやろっていうので、飲み物もめちゃくちゃ安くて、これ飲み物メニューなんやけど、焼酎350円とかね。今飲んでるのが札幌黒ラベルで500円なんやけど、酎ハイとかレモンサワーとかもあるし、ジントニックとかこういう系もあれば、安定のホッピーウイスキーもあるし、日本酒もあると。500円とかやからめちゃくちゃコスパいいっていうね。で一応キープボトルもあるよね。キープも安いんやけど、声かけてくれた視聴者さんは、毎回ボトルキープするんですけどその日なくなっちゃうんですよって言ってて、キープできてなかった。すごいね、無制限なんよね。出す時にボトルセット代って300円もらうんや。まあ本でも安いけどねっていう感じになってます。ここ朝からやってて、朝食のモーニングセットっていうのもあって、朝ごはん定食っていうので A セットと B セットがあるんやけど、ね、それぞれ400円、めちゃくちゃ安いよ。お店の外に食券機があって、ご飯利用の人は食券機、飲み利用の人は店内でこういうメニューで注文する感じになってます。じゃあいろいろ頼んでいこうと思います。ちなみにこちら私が作った N365 というブランドの新色でございます。前回と同じやつだけどね、前回白黒やったから緑と青を作ったんですよ。詳細はまた別で話すんですけど、めちゃくちゃいい出来になったんで、これもまたチェックしてください。今日暑いけど一品目にめちゃくちゃ最適なのがありました。こちらとりあえずのところにあるオクラとみょうが和え、これ値段300円。もうちょっと小ぶりやと思ったわね。300円ね。これまあ俺の左手なんやけど、いや俺の左手って情報いらんねんけどこれ手に乗っけたら手を超えるぐらいの大きさ。おお、3倍だな。結構がっつりやね。熱い今日ぴったりやわね。ちょっと混ぜて、おおおお、すごいすごいな、ね、税込300円でいい量じゃないぞこれ。オクラもすげえふんだんに。じゃあいただきます。うまっ。薬味の妥協がない。みょうがもしっかりあるし、ネギもしっかりあって、300円は安すぎるわ。うまっ。ここすごいな。サクッとでもいいけど、飲んだとって1人3000いったら結構すごい方の気がするので、美味しい。ここすげえわ、めっちゃ量多い。次来たのこれ、これ炒め物のところにある鶏とネギ塩炒めなんやけど、鶏とネギがでかい、すごいボリュームにもかかわらず、これなんと税込み400円。マジで安い、うん、めっちゃ香りすごいな。匂いすごいよね。ね、ニンニクが結構効いておりますが、いやでかいでね。3人で1個でちょうどいいぐらいちゃうか。これこれだってネギもまあでかいこと。いただきます。これがちゃんとでかい。めちゃくちゃうまい。これ味はやっぱ結構すごいしっかりしてるのよ、うん、もう匂いも強いから。ここすごいな、居酒屋以上に居酒屋よ。ニンニクもよく効いてます。いい飲みっぷりだ。これはなくなるで。最初に声かけてきてくれた人たち、常連とかいうレベルじゃないみたいな感じで言ってたけども、分かるわ。使い勝手いいもん。ちょっとお酒お借りするけど、ちょっとこのネギもいただくわ。きれい。マジで大きい。これおーおおおおめっちゃめそう。
食べ応えがすごい。ちょっと無理やん。これこの間の考えと一緒じゃない。いや食べ応えがすごいわ。これ一個ね、3杯はいけるね。ちょっとわかります。2杯目ね、頼みました。せっかくなんです、焼酎から。俺と龍でそれぞれ別の焼酎に行ったんやけども、俺はその焼酎のこれトワリっていうらしいけども、トワリ焼酎のソーダ割りにしました。龍がわら麦のソーダ割り。店長さんにトワリに関してはもしよければそば湯で割っていただくと一番おすすめですって言われたから、あとでそれはちょっとね飲もうと思います。400円と350円。安い安い。食べちゃってまだ来てないですか。ああ、うめ、美味しい。嫌な感じが一切ない。めちゃくちゃ爽やかよ、わら麦は。書いてある通りだね、結構フルーティー。へえ、いただきます。華やかな感じ。あ、うまい、ライチっぽいわ。いや、そうだね。うまいな。うまい。熱いシューメイは今日もう一個追加してたのが来たんやけども、これがねすごい、結構すごい。見てください、こちら。これ揚げ物のところにある天ぷら4個って書いてあるんだけど、見てる限り5なんよ。5だね。これちなみに値段税込み350円やからね。さつまいも、春菊、ナス、ピーマン、舞茸か、うん、すごい、これすごいね。これ一人一つでもいいな。確かにね。いいっすか、ナスいっちゃって。ナスでかでかっ。触るかな。え、マジでめっちゃでかいんやけど。どう、うまそう。いただきます。あ、すごい。これ、返しようかな。うまい。めちゃくちゃ美味しい。これも結構しっかりしてる。本当にもう、ナスに言ったらもうトロトロやし、うん、めっちゃ美味しいよ、これ。マジで意味わからん。350円の意味がマジでわからん。なんで？これすごいわ。他のやつ見てみようかな。舞茸かな。ちょっとこれじゃあお塩でいってみようかな。一個がでかいのよ。ね。バーに合わせて。いい音。だよ。これうまいわ。これうまいわ。マジでかい。気になってたんやけど、ずっと取れてなかったんやけど、結構今後悔している。友達がサクッと利用するのはめっちゃ使いやすいよね。いいね。うまっ。すごい。じゃあリュウもどれか。でかいな、さつまいも。いただきます。いいね。うん、甘い。うまっ。シンプルに美味しいよね。うん、めっちゃうまい。安いな。食べるとより感じるね。いや、そうなの。サンゴって考えたらほんまにいいんかいってなるよね。1個70円ぐらいか。揚げ物もあるけど、いろいろあるからね。ちなみにさっき気づいたけど、つけそばっていうのもあるよね。しめじベーコン500円。うまそう。気になるな。うまし。また頼みました。ここやったらね、値段に対してでけえ。こちら。いろいろというところにあった、きくらげ卵とじ400円。きくらげなんだ。最高だね。最高よね。しかも卵これ、なんか2個ぐらい使ってないか。ほわほわやん、これ。どの料理に対してもそうないけど、重量感がすごいぞ、ここは。わぁ、いいね。出来たて。毛袋住んでる人、羨ましいな、これ。一回ちょっとじゃあそのまま食べてみます。じゃあ、いただきます。お、甘っ。結構甘めの卵とじやわ。やけどもキクラゲが結構おる。食感の節々なのコリコリっていうのがあって、おいしいわ。このままでもいいし、お醤油かけてもね、砂糖が強すぎて甘いっていうよりかは優しい甘さがある感じ。ちょっと辛くしたい人は卓上の醤油とかかけてもらってもいいかも。すごっ。これが400円や。一軒のやつマジで全部完結するね、ここ。そうだね。もうちょっとおかわりします。3杯目ね、おかわりしました。せっかくなので店長にねおすすめされたあのさっきのねとわりのそば湯割り、俺これぐらいのやつで来ると思ったんやけど、ジョッキっていう見えづらいかな、ちょっとね湯気がこう立ってるんやけど。じゃあちょっといただきます。おお、ソーダ割りの時は確かに焼酎すごい感じたけど、良くないやつです。そば湯が結構前に出るから確かに後味にアルコール感感じるんやけど、酒なんやけど締めになる料理やけど、そばの香りがするけども落ち着くような感じの。
締めでないと危ないかも。そばが前に出てる分ちょっとフレッシュさは欠ける感じになってるから最後の方に飲むといいかも。お酒飲んでるはずやけどリセットされるわこれ。他の盛り合わせも行こうかな。春菊俺めっちゃ好きなんよね。行っちゃってください。この春菊のね程よい苦味が好きなのよね。これちょっとお塩で大きすぎてつかない。ちょっと待ってむずい。おっぽいやば。あっちに乗ってさチミチミ飲むからこのサイズやん。このサイズでチミチミ終わらんねやけど。いいお店だな。締めにはあのそば行こうと思ってるからもう一度締めくらいちょっと頼んでみようかな。なんかちょっと最後にそばを考えて追加で頼んないけどもそばを考えて頼む大きさじゃないのか。こちらとんかつ卵とじ550円。ばっかでかい。すげえでかいっす。どこぞのとんかつ定食よりでかくね。うん、これすごいよね。いただきます。下にちょっと玉ねぎも敷いちゃうんだよ。やっぱチミってでかいんやけど。卵と衣はよう出汁吸ってるで。うわ、いただきます。うん、あ、うまっ。濃いんやけど、優しさがある濃さで出汁かな。これはやばいわ。カツも美味しいけど、卵うますぎもんだよ。多分本来やったらこのとんかつの卵とじなしにそばで締めていいぐらいやと思う。すごい人がいっぱいバンバン来てるけど、あの納得です。すごいお店ぞ。ちょっと食べて、まあそばもね行こうかな。せっかくだね、これもつけます。結構ね甘さが強いのでピリッとアクセントつけてもいいかなと。あー、うまい。シンプルにうまい。ここはちょっと今そばも頼んだんやけど、ラスト1杯ぐらいなんか飲もうかな。ラストリュウからもらったねわらむぎのソーダが美味しかったから最後ちょっとフルーティーに終わろうかなっていうので、もうわらむぎのソーダ割りをお借りしました。ライチっぽいって言ったけど、やっぱなんかいい例えな気がする。うん、フルーティーもねいろいろあるけど、あとはそばかなバトと思います。いや今さトイレ行ったらさ、その最初に来た時に声かけてくれた視聴者さんの人たちがこれ食べましたかってこう言ってきてくれて、今回食べてないんやけど常連の人がこれはぜひ食べてくれっていうのをね紹介してもらったから、それ紹介します。2つあって、まず1つがつなぎももやし炒め。これ炒め物のところにある450円のやつなんやけど、これがマジで美味しいからぜひって言われた。あともう1つ自家製ネギチャーシューっていうのがあって、これ500円なんやけどマジでコスパ最強ですって言われたので、ちょっともう俺らそば頼んじゃったからあれやけど、もしね来たらそれもぜひ参考にしてください。もう俺らよりも常連さんやから、2人でボトル入れてたけどもう3分の2はウイスキー飲んでたっていうねガチな人たちがやってるんで、ぜひ参考にしてみてください。じゃあね締めが来たんで紹介します。こちらせいろそば、シンプルにねお値段が税込み350円。安い。どうなってるんだ。しかも普通に高さもあるし結構あるね。ぶっちゃけ1人やったら多いで。これなんでこの値段なんやろ。じゃあちょっといただきますか。薬味をね、いやいやいや結構あるね。結構多いな。結構多いぞこれ。じゃあこれで、よし。うまい。麺は細麺だからめっちゃスルスル入ってく。締めとかにぴったり。結構分厚いやつとかはさ、食べ応えがもちろんあってそれもそれで美味しいけど、ちょっとなんか顎疲れのやつだからこれほんまスルスルいけるわ。いや意外に量いけどやっぱいけるな。これは仕事終わりのサラリーマン、学生一人でも来るし友達とでも来るわこれは。あ、うまっ。ラストこの辺で終わるかな。あとこれいろいろ食べ飲みして終わると思います。通じ腹いっぱいやわ。ラストいただきます。これ多かったな量が。普通に1食分だね。で普通に1食分やった。安すぎ。
どんな腹くれるか？いくらなんやろ？結構食べたけどな。あ、ちょっと最後あれ、これ割るわ。最後これで締めれるのがいいわ。いいよね、そういう。ちゃんと締まるもん。あー、うめぇ。うめぇ。やばい、むっちゃ締める。えぐい。ラーメンとかで締めるとね、我々の年なんでちょっとやっぱり聞きますけど、おそばって珍しいよ。じゃあ、お会計していきたいと思います。よかったということで、お会計してきました。5000円のお腹の満たされ方じゃない。よかった。正直とんかつ神するんやったらそばなくてもいいぐらいのお腹の満たされ具合。いや、安かったね。うん、量も多かったし美味しかったし、何より愛されすぎ。居酒屋利用してる人めっちゃ多かったもん。そうだね、すごいいいお店でした。もしよかったらね、池袋でそば飲みしたい時に使ってみてください。いいお店でした。以上、のどけでした。